ちょっと聞いたぜ。一人でやるのもいいけど、二人で戦うってのも悪くねえな。悟空さんが押されています。やっぱりスーパーサイヤ人二人を相手にするなんて無理だったんですよ。でもそれが悟空のやり方です。いつだって自分をギリギリまで追い込んで高めていく、悟空はそういうやつです。行け、あと一息だ。三悟空を叩き落とせ。何？いいぞ、三悟空を倒せ。エグザケール、2対1だ。負けるはずがない。悟空さん、負けていませんよ。バカな、こっちはスーパーサイヤ人2人だぞ。行くぞケール。一緒に戦ってると自分でも信じられねえくらいの力が溢れてくる。すげえパワーだ。これがスーパーサイヤ人3。ついつい勢いで3になっちまったけど、この力に耐えられるだけの体力はまだ戻ってねえ。